一宮市立大使小学校は愛知県一の宮市大使2丁目7-6にある公立小学校。戦前における児童数のピークは1937年度であり30学級1921人もの児童が在籍していた。1938年には一宮市以後尋常小学校が分離独立している。戦後における学級数 児童数のピークは1954年度であり、26学級、1526人だった。しかしその後は小学校の新設や、ドーナッツ化現象によって減少し、1964年度には、戦後初めて児童数が1000人を下回った。かつて大志小学校の北東には、名鉄一の宮線の終着駅である東、一の宮駅があり、 一宮市街地と岩倉市の岩倉駅を結んでいたが、名鉄一宮線は1965年に廃止された。1985年度には、戦後初めて児童数が500人を下回った。1996年度には初めて児童数が200人台となり、2004年度には、学級数、児童数ともに過去最低の6学級、204人にまで減少した。 その後は、緩やかな増加傾向にあり、2017年度の学級数、児童数は14学級290人である。市宮市の中心市街地に学区があり、商業施設やマンションなどが多く立ち並んでいる。学区内には、市宮市役所、本庁商店街、市宮商工会議所、市宮市博物館、豊島記念資料館などがある。 本町商店街は、市宮七夕祭りのメイン会場であり、大使小学校の児童によるマーチングバンドの演奏が行われる。学校の敷地内には、野球の対ン試合記念碑があり、また、高松のみや殿下手植えの記念樹もある。ありがとうございます。